宝章。宝章とは、社会や公共の福祉、文化などに貢献したものを検証する日本の英典の一つ。対象となる自責により、宝珠宝章、緑珠宝章、王珠宝章、死珠宝章、蘭珠宝章、根珠宝章の6種類がある。英訳名は、宝章全体がメドルズ・オブ・アナーであり、各章はそれぞれメダル・ウィズレッド・リボン。 メダル with green r i b メダル with yellow r i b メダル with purple r i b メダル with blue r i b メダル with dark, blue r i b である。日本政府による英訳では、勲章はオーダーであり、褒章は希章、記念章及び従軍希章と同様にメダルとされている。欧米で日本の勲章、褒章及び希章に相当するものには、英語でオーダー、デコレーション、 クロス、メダルと名付けられたものがある。しかし、日本と欧米ではこれら、勲章等、勲章等着用規定、昭和三十九年四月二十八日総理府告時代十六号、第一条の受け方が異なっており、日本にはない、クロスの扱いはまちまちであり、メダルと称されるものの一部は、希章ではなく、勲章とされることもある。一方、日本の法令上は、 他国の法章に相当するものは、気象として扱われる、勲章到着用規定、昭和三十九年四月二十八日総理府告時代十六号、第十一条第一項四号。法章は、天皇が授与する英典である。法的には、戦前は第日本帝国憲法第十五条の、それの他の英典であり、戦後は、日本国憲法第第七条七号に該当する。 国事行為、同7条柱書きであることに基づく。詳細は、法省条例、明治14年大条官布告第63号により、定められる。同条例1条によれば、法受法省は、事故の避難を帰り耳す人命の救助に尽力。したる者、緑受法省は、自ら進むで社会に奉仕する活動に従事し特効。顕著なる者、王受法省は、業務に精霊し住民の模範。 たるべき社、知事法省は、学術芸術上の発明改良創作に是非自責、著名なる社、乱受法省は、教育衛生事前貿易の事業、学校病院の建設、道路が拠定防協量の修築、電野の根壁、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に是非公衆の利益を、教師成績著名なる社または行動のことに、勤勉指導貢献長なる社、 根治法省は、公益のため資材を寄付し功績顕著なる者にそれぞれ授与される。勲章は長年にわたる功績を対象とする側面が強く、人命救助のように一過性であっても、功績顕著な行いは叙勲の対象となりにくい。これに対して法省は、勲章、助勲の対象とはなりにくいが、顕著な功績と認められるものに対しても授与される。 授与された報奨は、授与された本人に限り、終身これを廃用、公的な場で着用することができる、条例四条。報奨を廃用するときは、左目の辺、左胸のあたりにつける、条例八条。ただし授与された者が、懲役刑、禁固刑、死刑に処された場合、報奨は没収され、報奨授与者としての地位は地脱される、勲章地脱令、第一条。 第6条。なお、法省は、独立行政法人である、造兵局が製造している、独立行政法人造兵局法3条2項、11条1項4項。法省条例により表彰されるべきものが団体である、場合には、人でない団体はメダルをつけられないので、法上が授与される、条例2条。なお、個人に授与される場合にも、法省、メダルとともに、 法上の木が授与される。法上、法上の木ともに、受賞者、表彰者の氏名、または、名称、受賞、表彰理由、授与、表彰の年月日と、記号番号、天皇の名で授与、表彰する旨が記されて国示が押され、内閣総理大臣と内閣府将軍局長が署名、応印する。日本の法令、行政上の扱いでは、法上とは、 受報賞の名称を持つ報酬のみを指す。報状、勝敗を含めるときは、報酬の表現を用いる、例、受賞、受賞者を掲載する漢方の乱名。報酬の授与とともに、金銀木杯、勝敗を授与することもある、条例5条。特に、公益のために資材を寄付した者に授与される、根受報酬を授与する場合には、合わせて授与される木杯の基準が、 その寄付額によって定められている。また、本条例によって表彰されるべき者が死亡したときは、金銀木灰、または法上をその遺族に授与し、これを遺族追彰という条例6条。すでに法上を授与されている者が、再度同様の理由によって、法上を授与されるべきときは、その都度銀色の飾り板のみを一個授与され、すでに授与されている法章の樹、リボンに付加して、 標識とする条例第3条第1項。この飾り板が5個、5回の受賞以上に達したときは、5個ごとに金色の飾り板を1個と引き換える。道場2項。宝寿宝章、緑寿宝章、王寿宝章、死寿宝章、乱寿宝章については、勲章と同様、毎年4月29日、昭和の日及び11月3日、文化の日に発令される。各回。 約800名に授与され、それぞれ春の報奨、秋の報奨、合わせて春秋報奨と呼ばれている。今秋報奨は、表彰されるべき自責の生じた都度、各府省等の推薦に基づき審査をし、授与を行うこととされ、毎月末の閣議で決定される。春秋報奨の授与は、衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館長、最高裁判所長官、 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査委員長、人事院総裁、区内庁長官及び内閣府に置かれる外局の長が候補者を内閣総理大臣に推薦して行う。内閣総理大臣は推薦された候補者について審査を行い、法省の授与について閣議の決定を求める。法省の伝達は内閣総理大臣の命を受け内閣府将軍局長が 所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜受賞者に伝達する。と定められている。法省の授与は官報に掲載される。法省の正式については、法省条例第7条に規定されており、形状等の細目は、内閣不令によって定めるとされている、同級条。そして、現行の細目は、法省の正式及び形状を定める、内閣不令。 平成5年5月1日内閣府令第55号で規定されている。一方、旧王樹法省の正式は、王樹法省臨時制定の県第三条により、規定されていた。法省は、メダル本体の、章、章を吊るして衣服に取り付けるための、樹、リボン、章と樹をつなぐ、および樹に取り付ける、飾り板からなる。ただし、旧王には、と、 飾り板はなく、管により、章と樹が繋がれている。また、常福寺に着用するための略樹も制定されている。なお、法章と同一、または類似する商標については、商標登録を受けることができない。商標法四条一項一号。公樹法章。事故の機難を顧みず人命の救助に尽力したる者に授与される。1882年。 明治15年、青森県の海岸で暴風波浪により難破した漁船乗り組員を救助した工藤仁志二郎が受賞第1号である。戦後は年々受賞者が減少していた。2003年、平成15年の栄転制度改正に伴い受賞機会の拡大が図られ、2004年、平成16年春の法奨では16年ぶりに工事報奨が3名に授与された。 2005年、平成17年春の法相では、落水者からの人命救助により15歳の少年に贈られた未成年者で初の受賞。また同年秋の法相では、JR 福知山線脱線事故で救助活動に当たった日本スピンド製造や二次災害を不正だ主婦に贈られた。2011年、平成23年秋の法相では、 川で溺れていた男児を協力して救助した13歳の少年に贈られた2015年現在最年少の受賞者。李ー翼児法省。自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し特効、顕著なるものに授与される。当初は、孔子、純孫、切符、義母の特効卓絶なるものまたは実業に精霊し、衆民の模範たるべきものに授与することとされていた。 1882年、明治15年、青森県で数十年にわたり、母へ紅葉を尽くした外戦士郎が受賞第一号である。1950年、昭和25年12月25日の受賞を最後に、一旦途絶えた。これは1955年、昭和30年の栄転制度改正で、実業に精霊し、の部分が、王樹法省として独立し対象が待ったこと、 講師順和語、セップの部分が、家制度と課長を否定し方の下の平等、両性の平等、個人の尊厳を唱える日本国憲法第十四条、日本国憲法第二十四条の趣旨に合わないこと、義母とあるが、家事上人を長期にわたって、雇うような裕福な家庭はもはや見当たらないこと、などによる。そのため、平成十五年営転制度改正では、受賞機会、 先行基準の見直しが図られ、平成14年8月12日政令第278号改正では、法省条例第1条中の緑樹法省に関する部分が自ら進むで社会に奉仕する活動二次子特攻顕著なる社に賜物不ものとすと改められた。これにより、社会福祉分野やボランティア活動などで顕著な実績のある個人等に授与することとなった。 そして、翌2004年、平成16年春の法賞では、半世紀ぶりに、緑樹法賞が26名に授与された。2008年、平成20年には、長年の受刑者厚生支援等奉仕者として、芸能人で初めて、杉良太郎が受賞した。芸歴の長い俳優は、死受法賞の対象になることが多く、次も、翌2009年、平成21年に、 死助報奨を授与された。王樹報奨、業務に精令し住民のも範たるべきものに授与される。1887年、明治20年、王樹報奨臨時制定の件、明治20年直令第16号により、資材を県能死亡会の事業を賛成する者に授与、する、沿岸防衛事業への資材提供者と定められた。この時の受賞第1号は、中井新江門。 その後数年間は受賞されたものの長らく途絶えた。この直例は1947年昭和22年の内閣官制の廃止等に関する政令昭和22年政令第4号により単廃止された。1955年昭和30年の英典制度改正により授与する理由を改めて再度制定。同年多年にわたり、 水筒農作技術の向上に努力した北海道の天崎翔太郎が新たな受賞第一号である。改正されてからは毎年500人から600人が受賞している。2003年、平成15年の栄転制度改正では第一線で業務に精霊しているもので、他の模範となるような技術や実績を有するものを対象と受賞者数の増加を図ることとされた。 学術芸術上の発明改良創作に関し辞責、著名なるものに授与される。法省条例、明治十四年大条官布告第六十三号の改正により、1955年、昭和三十年一月二十三日に制定された、昭和三十年政令第七号。同条例一条は、指示法省を、学術芸術上の発明。 改良創作に歴し自責チょらる社に、賜物ものふものトスと定めている。2002年、平成14年の A 転改革により、支持報奨については、年齢制限を撤廃し、科学技術分野における、発明、発見や学術及び、スポーツ、芸術分野における、優れた業績等に対して、速やかに表彰する。とされ、従来50歳以上とされていた。 年齢制限が撤廃されている。例年、春、4月29日と秋、11月3日の2回発令され、学術、芸術、スポーツ分野の功労者に授与される。勲章、気章、法章等の授与及び伝達式令、昭和38年7月12日閣議決定4条は、法章について、内閣総理大臣の命を受け、内閣府将軍局長が、 所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜受賞者に伝達する。と定める。通例、四獣法章の伝達式は、東京都内のホテルなどで行われる。また受賞者は、伝達式に合わせて、皇居で天皇に拝越する。四獣法章の受賞者には、紫色の樹、リボンが付されたメダルと、受賞の理由、受賞日などが書かれた、天皇名の法上。 略受が授与される。報奨をもって表彰されるべきものが団体であるときは、報奨が授与される、報奨条例2条。団体に対して、指示報奨と同様の理由で授与された例としては、2006年、平成18年の、ワールドベースボールクラシック第1回大会で、優勝した日本代表チーム、大貞春監督が初めてである。勲章地脱例に基づき指示法償を地脱。 地脱、剥奪の意されたもの。地脱されると、官報に掲載され、死守報奨を返還しなければならず、死守報奨受賞者であると名乗ることも認められなくなる。乱受法奨教育衛生事前貿易の事業、学校病院の建設、道路が拠点防橋量の収築、電野の根壁、根壁、開墾、森林の栽培、水産の繁殖、 農商工業の発達に監視講習の利益を起こし、成績著名なる者または、行動の事務に勤勉し老害顕著なる者に授与される。1882年、明治15年、灌漑用水を開通させて、荒野を農地に海村民生活の向上に貢献した、大阪府の石田長蔵、久保田伊兵が受賞第1号、第2号で、第3号第7号は、 北海道函館の城野正義、渡辺熊尾、平田平五郎、今井一右衛門、平塚時蔵の五人である。戦後は、毎年600人から1000人が受賞している。2003年、平成15年の英点制度改正では、公衆の利益を起こした者に対する乱受報奨の、千にあたっては、他の模範となるような、優れた業績が認められる者を対象とする。また、 従来行動の事務とされている分野について、運用の見直しを行い、勲章の対象との関係を整理することとされた。根樹法章。公益のため資材を寄付し功績顕著なるものに授与される。対象七年に制定。1919年、対象八年九月七日、恩賜財団再生会にお寄付した公により賜物、組みされた、小野光景が受賞大号である。 本受報章は他の報奨のように受賞機会が春秋のみに限られず自由の発生に合わせて毎月末にまとめられ閣議で決定され発令される。昭和55年の授与基準では公的機関や公益法人などへの500万円以上の寄付をした個人1000万円以上の寄付をした団体が主な対象となる受けた団体から所管官庁宛てに上申。 この方は報酬を受けるにふさわしいことを私どもにしてくださったので授与していただきたいという申し出がされる。ただし返礼品の類を受け取った場合は対象とならない。寄付が1500万円以上の寄付者になど多額に上る場合には合わせて勝敗、切り物付きの木配が授与される。なお、昭和22年から39年は10万円。 昭和39年から55年は100万円が授与の基準であった。寄付額の改定に際しては、数年間は中間の額を設定するなど、移行暫定期間が設けられることもある。すでに報奨をお授与された者が、二度以上、同様の理由で報奨をお授与されるときは、その都度、飾り板、食飯、金属の板を授与し、その報奨の順に付加して、標識とする。 法相条例3条1項。また、この飾り板、銀色が5個以上に達したときは、5個ごとに別種の飾り板、金色と引き換えて授与される道場2項。法相の授与に回数の制限はない。法相を授与される理由の自責を残した者が団体である場合には、自然人ではない団体がメダルをつけることはできないので、受賞者名を法人。 団体とした、賞状、法上が授与される。法上には、各法償と同様に授与の理由が記されているが、当初には、緑樹、紫樹等の区分は関されず、すべて単に、法上となる。法償、根樹法章を除くの受賞対象者が死亡した場合は、遺族へ金牌か木牌か法上が授与される。これを遺族追賞という、除勲対象者でもあるときは、 遺族追唱ではなく死亡除君が行われることとなる。なお、法省について定めた法律は存在しない。1952年、昭和27年、法省を含め英典に関する事項は、法律で定めるべきとの解釈のもと、A 法案が国会に提出されたことがあったが成立しなかった。そのため政府は、法省条例を政令により改正することで、 戦後の報奨制度の整備をするに至った。英典を所管するのは内閣府であり、事務執行機関として将訓局が置かれている。元は1876年、明治9年、大上官に新設された将訓局が始まりであり、初代長官には伊藤博文が就任、第々三条、耳屋西恩寺金持ちらがトップに就く養殖であった。 戦後は総理府の一部局となった。法省の選考手続きについては、各都道府県、各関係団体から愚信を受けた各省庁大臣が、将軍局へ法省候補者を推薦し、慎重な審査の上、閣議に正義されて決定されている。その他、都道府県では知事による表彰として、法省を授与する制度があるが、一般に、これを知事法省と、 通称することがある。特に、東京都では、東京都知事表彰として、厚労ある、消防団員に対する消防報彰があり、記念賞が授与されることから、しばしば講師を問わずこれらを知事報彰、消防法彰と、通称されることが多い。ただし、それら都道府県の報彰は、正確には、褒章ではなく、褒章であり、その位置づけは、国の英典ではなく、 東京都の表彰である。授与される気象も記念章であり、国の褒章とは異なる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。